はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は召喚獣の試練ラムーベリーハード推奨戦力マイナス5万で攻略。はい、ということでですね、こちらやっていこうかなと思います。ただまあ今んとこね、全ての召喚獣で一番難易度が高いところになっているので、当然ながら本当に強い、ここマジで強くて、まあハードとね全然違う。やっぱり昨晩ですね、ハードの推奨戦力マイナス5万の攻略と、あとマリタイムソードなしアップしましたけど、ベリーハードはちょっと様子が違うぞというところで、もっとねいい攻略多分あると思うんですけど、皆さんね、なんか他にもっと、こういうことすれば楽だったよみたいなことがあれば、ぜひね、あのコメント欄にお願いします。なんかね、普通にガチ編成でやればオートで勝てるんですけど、なんか戦力を落としてやると一気に様子が変わるっていう感じの難易度ですね。はい、ということでまず、敵の詳細見ていきましょう。まあこれハードでも言ったんだけど、まずベリーハードとかね、雑魚敵で負けるようであればラムーは絶対勝てませんので、うん、あのあんまりここ話すとこないんだけど、強いて言うんだったらサンダーボムの取り扱い、 HP 3分の1切るとね大爆発っていうアビリティ打ってくるんで、大爆発3分の1切る前に、まあちょっとね火力ギリギリって人は ATB をある程度貯めてから倒しに行くとかね、まあそういった工夫は必要。だから大爆発前は、あの例えばセミオートとかでやってる方であれば、ディフェンスではなくアタックシフトね、しっかり切り替えて一気に倒しに行くとか、その間はね回復とかしないとか、そういったことが必要になってくると思います。はい、そんなもんかな。雑魚敵は問題はラムーですよ、こいつね。こいつの注意点として、フォースゲージライトニングに応じて雷属性力が変動する。フォースゲージはダメージを与えることにわずかに減少する。雷チャージ中フォースゲージが大きく増加するということで、これがフォースゲージまずマックスになったら何が起こるかっていうと、あの裁きの雷で全滅するんですね。そう、フォースゲージ満タンになると即死火力の裁きの雷、通常の裁きの雷はそんなにダメージないんだけど、怒りかな、まあ、実質フォースゲージ満タンの時の裁きの雷はまあ即死っていうね、全滅してしまうので、フォースゲージをなるべく溜めないように戦っていかなきゃならないっていうところがまあポイント。ハードだとそこまで意識することはなかったんですが、ベリーハードだとねこれが顕著に出てくるんで、あの具体的にはあの雷チャージ中ゲージ出るよね、サイン破壊のフェーズ、あの時になるべく早く壊す、持っているのであれば三角のサインブーストの武器を装備して早めにぶっ壊すことでフォースゲージをあまり溜めずに済む。だともう一つチャージオーブっていうのが途中で出てくるんですけど、チャージオーブもほっとくとギュンギュンあのチャージされてゲージ溜まってってしまうので、チャージオーブが出た瞬間に全体攻撃のね召喚獣、まあダイヤモンドダストであったり地獄の火炎とか使って早めにぶっ壊すってことを意識すると、全滅までの時間が長く取れるので、その分、攻撃する回数が増えてっていうことになるから、なるべくこのね、ゲージを溜めないっていう立ち回りが大事です。でなおかつもちろんそのラム自身を殴らないといけないっていうのがあるんで、どうしてもね結局ね最終的には、なんであとはラムその裁きの雷まで、即死火力の裁きの雷までに倒せる火力が必要っていうことになってくる。でラム自身の攻撃については、まあ HP5000 以上あれば安心かな。であと魔鋼ダウンは必要かなと思う、特に裁きの雷前とか、あと単発攻撃、また名前忘れちゃったけど単発攻撃があるんで、それの前に、魔鋼ダウンを入れてあげると
いうことがいいんじゃないかなと思います。はい、そんなとこかな。ちょっとパーティー編成紹介するね。はい、今回どうなの、これ推奨戦力マイナス5万ということなので、一応こんな感じになっております。で、今回そうハロウィンイベント来てるから、エアリスのねこのチョコボスーツ採用してみました。これ HP アップと魔防アップついてるから、ラムーン対ラムーンに対してはかなり良さげ、無課金でも手に入るからね、これはかなりエアリス装備としては良さげだった。マジで助かったね。この性能評価の通りマジで無課金の救世主かもしれないなと思った。で、今回エアリスはヒーラーということで、まあ、ケアルガで味方全体を回復していく役目です。で、ワイザーロッドは使わないんだけど、ただ HP アップ目的でつけてるだけなんで、ここ何でも OK、 別にこれである必要ないです。サブ武器で、まあ、HP アップできればいいしみたいな。あと今回の配布武器、このチョコボステッキとかでも全然いいと思う、これ持たせるっていうね。ただこれ例えばオートとかでやっちゃうと、結構ねオートがバカでこっち使いガチになってしまっても面倒だから、あえてつけてないんだけど、自分でエアリスずっと手動で操作するよっていう場合には、チョコボステッキでね注力アップさせるのも全然ありなんじゃないかなと思います。はい、で HP6000 で治癒力1800っていうことにしてますが、はい、ここは皆さんで調整してみてください。で、あとアタッカーね、これね、マリタイムソード使わないようにしてたんだけど、あとマリタイムソード使わないと間に合わなかった。間に合わなかった。もっと上手い倒し方でやろうともいけるんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと僕があんま下手、うまくないので、まあ、こういう風になってしまいましたが、まあ、マリタイムソード、ウィッシュリストに入れれば、1つ、2つくらいは、まあ、手に入るかなとも思うんで、はい。で、一応これクラウド攻撃力1800しかないんですけど、例えばマリタイムソードじゃなくて持ってないからボタラブローで対応しようっていう場合には、逆にマリタイムソード分の攻撃力を持ってあげればね、ボタラブローの方が火力が出るとかっていうことも全然あるし、あとあれだ、サポートマテリアね、水属性ダメージプラス 30% のサポートマテリアがついてる武器装備してボタラブローするとかね、そういった方法もありです。今は僕はあえてここを別にクラウドにしてるけど、セフィロスとか他のキャラでも全然大丈夫なんで、これはあくまで一例としてね、ただクラウド使ってるだけなんで。で、さっき言った通り召喚獣は全体攻撃の地獄の火炎とかっていうことにしてます。アビリティ、あ、そうだ、あとこれは重要だね。防御ダウン、たまたまクラウドなんで防御ダウン使えたんですけど、これで、防御ダウンしてから殴っていくという感じです。はい、で、あとは、三角のルインダブロー、ウォータラブローも一応装備しているということだね。はい、ステータスは HP6200 に攻撃復興が1800っていうところが重要かなと思います。あともう一人アタッカーでルティア、 HP が6100で復興2100、これはさっき言った通りクラウドにマリタイムソードあるけど、ルティアにはそういったものがないので、こっちで対応していく、火力を上げて対応ということ。でこっちはもう普通にウォータラブローのみで戦っていく感じかな。で、まあ僕の島は全然育ってないんだけど、レベル2のダイヤモンド出すとってことですかね。はい、そんな感じです。これでやってみよう。なかなかやっぱりさすがというべきか強いわ。ということでやっていきましょう。ウェーブ1はオートでいいかな。さあ、こっからがちょっと強くなる。まずモスクラッシャーから倒しに行きます。
HP に気をつけつつ、電気ブレスはディフェンスシフトでくる。あ、やべ、回復しそびれた。よし、さすがに大爆発前に倒せるかな。あれ、クラウドさん全然攻撃してくんねえな。遅いマリタイムソードが危なかった今マリタイムソード遅いわ、遅い、マジで遅い。で、ここでクラウドでまずアーマーブレイクを打ち込んどく。で、癒しの風と LB を入れていく。OK。でロックオンされてるからルティアでマコーダウンを入れつつ、あー回復間に合った。ディフェンスシフトで食らっていく。でケアルラ、ここは全力で壊しに行く。OK、アーマーブレイクを叩き込んで、この後オーブ召喚が来るんだよね。でこれでクラウドのゲージも溜まっただろう。はい、 OK。 からの癒しの風からの LB。 よっしゃ、オーブを割っていく。OK。 でクラウドがここからアーマーブレイクを叩き込んでいく。やばい、ゲージが溜まってっちゃうぜ。さあここでクラウドさんもう一発アーマーブレイク叩き込んどこう。ほら、まあリタイムソードぶち込んでいくぜ。ディフェンスシフトでさばきの行く形、まだ死なない威力だね。これまだ死なない。4000ちょいぐらいかな、これ。全体4000くらいかな。あ、でも、そうだね。全体4000くらい。さあ、癒しの風。
アンマーブレイク入れてない気がする。ほぼこれででも倒せるぐらいかな。仏棒ダウン、よし。はい、ということで結構アーマーブレイク大事、敵が防御バフしてくるからそれを崩すためのねデバフということで、まあ、D ランクですけど、とりあえずこれでこういうかやり方すれば一応さばきのイカズチは解放できる。はい、まあ、そんな感じですね。多分ねもうちょい上手いやり方あるかなと思うんですがね、ぜひ皆さんなんか他にこういうのこういうやり方すれば最高だぜっていうのがあればコメント欄によろしくお願いします。それを見て僕がまたね改めてもっと戦力を落とせるようであれば戦力を落としてやりたいなと思ってます。といったところで今回ではここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。